あ、時にご主人様。衣を正さずともちょっとした質問をするだけですので。さてさて、私の考え違いであればよいのですが、一度そう考えると夜も眠れぬのが女の性が、夜の静寂を乱してもご主人様に確かめずにはおれません。ご主人様、先ほどめまいの折、あれなる白い女を前にして見とれてはいませんでしたか。そう、そのように清らかな瞳で嘘偽りなく思う様を述べてみせる。ご主人様、そのありよう、そのお姿、ああ、なんて美味しそうな池玉、捕食プリーズと全身でアピールする愛の獲物、すでに調理済みみたいなジュルリ。いけません、落ち着け。私、荒ぶるキャッツを抑えられないとか良妻の名にも取りますとも。何をおっしゃるウサギさん、これというのもご主人様の魅力がいけないのです。何、誘い受け、誘い攻めってやつですか。ですが、カリスマに組んで主を憎まず、旦那様が魅力的なことにハラハラするも、それを残念がる妻はおりません。今のご主人様の色気は制御不能、魂のみで独立した電脳体であるがゆえ仕方なきことでした。美しいものは美しいと思い、醜いものは醜いと述べる、それが今のあなた様でございます。それを問い詰めるなど私の方が愚かでございました。たまも海より深く反省いたします。寝入り花に失礼いたしました。もう邪魔はいたしません。今度こそおやすみなさいませ。あ、でもでも、自覚がないということはただの感想ということですよね。やった、たまもちゃんプチ勝利。白い女、何するものぞと申しますか。やっぱり和風巫女が一番と申しますか。褐色派手のシャーマンチックな美女、新鮮味あふれる新ヒロインようございます。正面から破り去ってご覧に入れますとも、たまもちゃんファイオー。寝入り花に失礼いたしました。もう邪魔はいたしません。今度こそおやすみなさいませ。寝入り花に失礼いたし、連戦連勝、誠に痛快。見やれ進化ども、我らの勝利を祝うよう都の花も一層咲き誇っていよう。もうここは皆さん揃って、うわー、俺たちはフリーダムだぜと
規制を上げてほしかったところですけど、まあいっか。いまいち統一感がないのはたまに傷。千年鏡のモットーは自由気ままな楽園ライフ。軍旗も人狼も酒の妻、要は結果さえ出せばいいのです。そう、かつて地上にありしイズコの都、陰のそれよりも華やかに、平安のそれよりも穏やかに、ほころびも曇りもなき永遠の地。ここはそういうものでなくてはなりません。あと少し、あと少しなのです。それを邪魔する者は何であれ打ち倒してご覧に入れましょう。まさしく王妃のおっしゃる通り、恐悦ながらアルキメデスがご報告申し上げます。王妃手づからによる総統の結果、戦勝皇帝による国取りは勢いを弱めています。もう一息で完全に。セラフの全領域は王と王妃のものとなるでしょう。セラフはここに完全統一を果たすのです。戦勝皇帝の拠点はすでに突き止めてあります。あとはこの敵拠点を陥落せしめるだけで。邪魔者は消え失せ、千代の都が今こそなるか。御意、そして王権たるレガリアは一つ。そうですね、あなたもそれが重要だと理解しているはずです。ではご主人様、私と共に戦場へ。あのわがまま皇帝に今度こそ引導を渡してやらねばなりません。いざ決戦と参りましょう。いざ決戦ですが、その前に念のため、ええ、あくまで念のため、もう一度現地を取っておきたいと思います。それはもしものための保険と言いましょうか、私の心の隠し預金と言いましょうか、とにかく必要なことなのです。お忘れではないでしょうが、ご主人様には昨夜の前科がございます。すなわち敵の視界と和気あいあいに話した事件。あれはこの部屋だからようございましたが、戦場であったのなら命に関わります。ですのでどうか約束をしてくださいまし。戦場においては冷静に徹する、すべて私の判断に委ねる。忘れなきように、私は女王として振る舞います。あなた様のサーバントであるのと同時に、残酷なる侵略と君臨を旨とする帝国の女王としても存在し得るのですから。ご理解いただけて何よりです、ご主人様。あなた様は現在まともな状態ではおられません。美しくも儚き魂のみの電脳体なのです。だからこその受け身の姿勢、受動的に漂わせてしまう生来の魂の美、すさまじいまでの魅力として私には映りますが、その実存在としては不安定であるのです。ですので意地悪を言ってしまってすみません。これから決戦となります。余計なことは申しません。ただただひとえにお力をお貸しくださいましね。
準備はよろしいですか？ではそろそろ参るといたしましょう。